フース・ヒディンクは、オランダ・ヘルダーラント州オ王デアイセルストレーク出身の、元サッカー選手。サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。ヒディングと誤って書かれることが多い。現役時代はデフラース・ハップ、PSV ・アイント・ホー編、NEC ・ナイメ編、NSL a でプレイし、特にデフラース・ハップでは、中盤のようとして、 チーム初のエールリビジ昇格に貢献。地元サポーターから最も信頼を集める選手だった。現役のプロサッカー選手をしながらも体育教師になろうと専門学校にも通っていた。晴れで体育教師の資格を取った後、不良生徒や精神的に問題のある生徒がいる特殊学級の担当をプロサッカー選手との兼任で10年余りしていた。 1982年に現役引退し、その後指導者としてのキャリアをスタートさせた。1984年から PSV やイントホーフェンのアシスタントコーチに就任する。1986から87シーズンの途中にチームの不審から監督が辞任し、臨時として監督に昇格。低迷していたチームをリーグ優勝に導き、 この功績が評価され正式に監督に就任することになった。この年を含むリーグ3連覇とともに、1988年には UEFA チャンピオンズカップを優勝し、トレブルを達成した。フェネル・バフチェ、バレンシアの監督を務めた後、1995年に母国オランダ代表監督に就任。UEFA ユーロ96ではベスト8。 98フランス W 杯では4位になった。1998年の夏から、レアルマドリードの監督を務めたが、トヨタカップを獲得したのみであり、フロント関係者との対立で1シーズンでチームを去った。その後、1999から2000シーズン途中の2000年2月に、不審だったレアルベティスの監督となったが、チームを残留させることができず二部降格となり、解任された。 スペインでの監督業を終えた後、2000年に2002フィーハワールドカップでの躍進を狙っていた韓国代表に招かれ、2001年1月に監督に就任。ポルトガル、イタリア、スペインといった強豪国を相手に勝利し、4位を達成した。韓国では、功績から準々決勝でスペインを破ったスタジアムで、ある、公州ワールドカップ競技場の名称を、 フースヒディンクスタジアムと名称変更が検討されるほどであり、また名誉国民賞を授与された。2002年から PSV の監督に復帰。韓国代表の監督時代に出会ったボク知性を獲得するなどし、4年間でリーグ優勝3回、チャンピオンズリーグベスト4といった成績を残した。2005年7月からはオーストラリア代表監督を兼任。 大陸間プレイオフでウルグアイを破って、オーストラリアは32年ぶりに W 杯出場を果たした。本大会では、当時、ジーコ率いる日本代表に勝利を収め、オーストラリア史上初めてのベスト16入りを果たした。以降、オーストラリア代表は毎回 W 杯に出場する常連国になっている。2006年に PSV の監督を退任後、 ロシア代表監督に就任。ユーロ2008予選では終盤にイングランドと本大会出場を争い、見事に最終節で逆転して本大会出場を決めた。ユーロ2008本大会では全評判の低さを覆して、ロシア代表にとって20年ぶりとなるベスト4に導いた。特に決勝トーナメント1回戦ではグループリーグでイタリア、 フランスに大差をつけて勝利していた優勝候補オランダを延長戦の末三の位置で破っている。また2008から09シーズンの途中、当時不審にあえいでいたチェルシー FC の監督にシーズン終了までの期間限定で就任。チームを立て直し FA カップ優勝等をもたらしている。2010FIFA ワールドカップ欧州予選ではグループリーグで ドイツに次いで2位となった結果プレーオフに回り、スロベニアと対戦。戦力的には優位との下馬評通り、ホームでは2から1と勝利するが、アウェーゴールを許した。それが大きく響き、敵地に乗り込み臨んだ試合では0から1で敗れ、勝ち数、合計得点で並ばれることとなり、アウェーゴールの差で本大会出場を逃した。 ロシア代表のプレーオフ敗退後、2010年6月末までのロシアサッカー連合との契約を延長せずに、トルコサッカー連盟と2年の契約を結んだ。同年8月1日からトルコ代表監督に就任することが決まった。なお、ロシアのメディアによればトルコ代表監督としての年俸は375万ユーロで、 ロシア代表監督時代の年俸の700万ユーロから半減したという。2011年11月15日にユーロ2012予選プレーオフ敗退によって退任した。2012年2月17日にロシアサッカープレミアリーグの FC 安島8から監督に年俸830万ユーロで就任。クラブの副会長も兼務する。 2012年11月28日、2012から13のロシアプレミアリーグ終了とともに、監督業を引退すると母国オランダの新聞で表明したが、2013年6月11日、契約を1年間延長した。アンジマからが財政支出を削減するのに伴い、2013年7月22日、突如退任。 ルイ・ファン・ハールが2014年ワールドカップで退任する後の代表監督を探していたオランダサッカー連盟はフェイ・ノールトとの契約を得るロナルド・クーマンを公認に立てると見られていたがすでに一戦を退いていたと思われたヒリンクが突如立候補。KNVBE のディレクターベルトファン・オースト・フェーンがクーマンに2年間ヒリンクのアシスタントを務めて その後代表監督を引き継ぐとのオファーを出すも断られる。2014年3月28日、ヒディンクが 2014FIFA ワールドカップ後にオランダ代表監督に16年ぶりに復帰することが決定。契約期間は2年で、ユーロ2016後はアシスタントコーチのダニー・ブリントが指揮を取ることも決定した。だが、ユーロ予選で思うように結果を出せず、 チーム作りも進まなかったことで2015年6月29日に KNVB と双方合意の上で契約を解除したと発表した。ヒディンクは退任について後日話し合いと呼べるものではなく一方的な通告だったと事実上の解任だったと語っている。ジョゼモーリーニョ監督解任による公認として2015から16 シーズン終了までチェルシーの暫定監督に就任することが2015年12月19日発表された。ヒディンク自身2008から09シーズンに続き2度目のチェルシー暫定政権となる。チェルシー FC の暫定監督を2016年5月16日で退任。その後北朝鮮代表のディレクター職についていたが2018年9月9日に u -21 中国代表監督に就任した胸発表があった。目標は2020年の東京オリンピック出場と本戦での好成績。この契約は年間400万ユーロが支払われると中国一部メディアでは報道されている。8人家族で6人兄弟の三男。父親は 市役所の職員や教師をしていた地元の名士であり、父親が校長を務めている小学校にフースも通っていた。また父親はナチスドイツへのレジュスタンス運動に加わっていた頃もあった。母親も人望を集める人物だったという。少年期は学校の午後の授業をサボると問題児であった。スポーツ教育大学に通っていた頃の友人に後に アヤックス・アムステルダムやレアル・マドリードの監督を務めたレオベン・ハッカーがいる。韓国での W 杯をに、欧州の中では決して強豪とは言えない PSV を、引いての UEFA チャンピオンズカップ優勝、二度目の PSV 就任時の UEFA チャンピオンズリーグベスト4進出、オーストラリア代表での W 杯出場権獲得とベスト16進出、 ユーロ2008でのロシア代表のベスト4進出など、比較的戦力の劣るチームを躍進させた手腕と、オランダ、韓国、オーストラリア、ロシアといった言語も文化も人種も違う国に、溶け込みチームをまとめる手腕は、ヒディンクマジックと呼ばれている。不良生徒や、精神的に問題のある生徒がいる、特殊学級を担当していた経験から、人身掌悪術にも長けており、 PSV 時代に指導したロマーリオ、韓国代表を指揮した当時のメンバーだった安定感や僕知性をはじめとする韓国代表の選手たち、チェルシーの選手たちから多大な支持を集めている。オランダ代表でヒディンクの元プレーしたフランク・デ・ブールは2014年5月にルイ・ファン・ハールとヒディンクを比較し、指導者としてはルイから、 マネージャーとしてはヒディンクから学べることができたが、ルイの方がはるかに優秀な監督だと思う。1998年にヒディンクから戦術について指導された記憶は思い出せない。しかし我々は彼のためなら火の中も進んだと戦術眼に優れたファン・ハールに対しヒディンクの長所が人心昇悪術にあると語っている。オランダ代表監督として就任から 最初の5試合で4敗しているのはヒディンクだけ。1995年、2014年ともに5試合で1勝4敗。1994年、J リーグ名古屋グランパスエイトの監督候補となり、同年10月29日にはベルマーレイ平塚戦を視察するなどしたが、その後にオランダ代表から監督就任のオファーが来たため、立ち消えとなった。ヒデンクの代わりとして、 アーセン・ベンゲルが名古屋の監督に就任した。自身の韓国代表監督時の広告収入や印税を過少申告し、またアイントホーフェン監督時にベルギーに自宅を購入したことを伏せて、ベルギーに住んでいるように見せかけて、オランダ当局への税金を逃れるなどして2億円以上の脱税を行った容疑で、オランダ検察から起訴され、日本時間2007年2月28日、 罰金約4万5千ユーロと金庫刑の有罪判決が下った。ありがとうございます。